沖縄テレメッセージが販売していたポケベル株式会社沖縄テレメッセージは沖縄本島で事業を展開する電気通信事業者。本社は沖縄県那覇市松尾一の18の26。かつての親会社は余山で略称は OTC あるいは沖縄 TM である。OTC では020電話番号を利用しインターネットファックス電子メールページャーを統合した。 テレメのユニファイドサービスを提供している。着信通知をページャーで行う電子メールをファクシミリ、音声として受信するなどの機能がある。ただし、例20、A、発信可能な電話サービスは NTT 東、西の固定電話、公衆電話、au の携帯電話からに限られる。その他の事業として ADSL、YMAX AD やホームページ作成や、 経理事務代行も提供している。なお、2007年1月より開始されたユニバーサルサービス制度の指定事業者からは除外されている。ただし、親会社の予算は指定事業者になっており、利用者負担となる部分の徴収を行う。2017年3月末でポケットベル事業から撤退することを発表テレメ、BBYMAX は2009年5月頃から、 回線障害が頻発する様になった。丸一年が経過した2010年5月時点でも解決の目処すら立っていない。障害事例なお、沖縄テレメッセージのサイトにて告知されている回線障害情報はごく一部であり、実際は障害が発生しない日は皆無である。詳細はテレメッセージ内の通信端末を参照のこと。ありがとうございます。